こんにちは。こんにちは。ご来店ありがとうございます。どうも、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。すごく緊張されてます。そうなんです、こういうところは初めてで。あ、そうなんですね。はい、わざわざ当店をお選びいただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。はい。そんなに力入れなくて大丈夫ですよ。そうなんですね。はい、ゆっくりしていただいて、はい、素敵な時間をね過ごしていただきたいですから。ありがとうございます、はい、まずは今回ですね、我々仕込みなしの指名誰だか分かんない状態でやっております。そう、そうね、本当に女性陣のさじ加減、マジで怖い、マジで怖いです。呼ばれるのも怖いし、呼ばれないのも怖い。またですね、はい、当店では指名されたキャストがお嬢様にバレぬように3つのミッションに挑戦していただきます。ミッション、はい、はい、ミッションです、はい、まあ、おもてなしですね。あ、なるほど、おもてなし、はい、こちらの当店が今期間限定で行っているイベントの一つなんですよね。あ、なるほど、はい、お嬢様に内緒で3つのミッションをキャストたちこなしますので、はい、これがもし万が一2つ以上お嬢様に気づかれてしまった場合はですね、キャストは60秒一杯使って自慢の一発ギャグもしくはモノマネなどをこの場で一発撮りして披露していただいて、後日ご自身のチャンネルでショート動画として上げていただくというミッションね。今日共有しましたからね。びっくりしました、本当に。何も用意してきてねえよっていう。すべてはお嬢様にお楽しみいただくための催しでございますから、はい、なるほどですね。え、このメガネの方、あ、はい、レオですかね。あ、レオさんとこの隣 の、 あのお酒好きそうな方、あ、エヴァ君、はい、で、ね、だと気まずいんで、気まずい、このお二人と、じゃこのこちらの、あ、なんか持ってる人以外、じゃあ持ってる人以外、はい、持ってる、あのなんか持ってる人、そうです、奥の持ってる人、ちょっと何持ってるかさっぱりわからないですからね、怖いですもんね。初体験なんで、やっぱちょっと、そうですね、堪能したいなみたいな。なるほどなるほど、はい、お三方一遍にということで、はい、よろしいですか。お願いします。ありがとうありがとうございます。では、ジョーとレオとエヴァということで、はい、ご指名入ります。ジョー、レオ、エヴァ、3人指名。あら、3人で、あら、1人いなくなるほどいきなりちょっと1人残るのはおもろいな。じゃあちょっと1人でこの場持たせてあげてください。先輩、申し訳ですね。頼みましたよ、こっちの枠はね。お先っす、先輩、お先っす、出勤してきます。出勤してきますわ。頑張るよ。うわ、マジかよ、マジか、俺一人なのか。うわぁ、寂しい、マジかよ。うわ、でもちょっと普通にへこむな、指名されないと。ご指名ありがとうございます。あなたの宮廷道化師、ジョーです。ようこそいらっしゃいました。宮廷道化師、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あ、すごい、あ、すごい、あ、どうもよろしくお願いします。緊張してる？いや、そうですね、ちょっと緊張してます、はい。え、こっちっちゃい、お願いします。はい、 どっかで会ったことありますか？何、くどいてんの？あ、いや、そう、違います、違います。もう今日は独り占めしちゃおっかな。いや、ちょっと、早く来てほしいな、ちょっと早く。レオです。独り占めなんかさせるわけない。どうも。なんか聞こえてた。言うよね、作ってきてんな。聞こえてました今。どうしたの？寂しかった？初めましてですよね。ん？初めまして。いや、ごめん。あ、ちょっと困惑しちゃったかな。ちょっと慣れ慣れしいってよく言われちゃうからさ。なかなかちょっと自分としてはもっと仲良くなりたい。初めて会った時から。そう。隣いいですか？どうぞ。早く座んなって。すごい。失礼するね。どうもよろしくお願いします。いい匂いする。怖。やめなよ。早っ。怖。あなたの恋の AT フィールド、エヴァです。恋に AT フィールド貼ったら距離感作っちゃうじゃないかよ。エヴァだった、ね、中和してあげて、ね、アテンタワーかと。よろしく、あ、よろしくお願いします。陽気な感じ。いやフランクだ、すごいフランクだ。とりあえず、あ、はい、メニュー、 あと何飲む？チェイサーとりあえず4つ持ってきてもらっていいですか？大丈夫、いつでも飲んでいいからね、本当に、はい、すぐ飲むんだね。お前が飲むか、自分が飲みたいだけ。やっぱりさ、緊張してるってさ、ね、本当に緊張してるから、ね、すぐに立ちっぱなしなの。小さい2杯目来たけど大丈夫、大丈夫、2杯目も飲んでるけど、目線合わせなきゃダメだよ、こうやって。あ、そう、ね、じゃあ結構体力とかにも自信ある感じ？え、もちろんもちろん。じゃあちょっと勝負しようよ。お、ジョーさん、
どっちが勝つか予想してみて。あ、わかりました。ごめんね、ちょっと待って。あ、全然、どうぞ。とりあえず、余興から始めていこうと思う。ごめんね。よし、とりあえず、俺たち二人で体力勝負するからさ。はい。だからこそ、どっちが勝つか予想してみて。わかりました。スクワット20回。あ、なるほど。どっちが勝つと思う？見た感じ。応援してくれる？あ、でもなんか鍛えてそうなんで。触ってみる。いや、ちょっと触りはちょっと。大丈夫？え、ちょっと待って。やばい、ボーイさん戻ってきた。ボーイさんまだかな。あ、ごかい。あ、やばい。何しとんねん。やばい。お酒を。姫の発音じゃない。きつい、きつい。お楽しみ中、失礼いたします。申し訳ございません。お酒をお持ちいたしましたので、テーブルに置かせていただきます。こちら失礼いたします。これほっといてたら乾杯しよう。ありがとうございます。じゃあお待たせいたしました。ありがとうございます。ボイさんずっといてほしいな。はい、じゃあお先に。あ、え、君の瞳に乾杯。あ、乾杯。いただきます。ごめんね、もらおうかな。姫、はいはい。あなたの瞳に私が映ってる。乾杯。乾杯。そして私のカットインも映ってる。あ、乾杯。きつい。ありがとう。え、でも お酒は美味しい、美味しいですね。はい、美味しい、めっちゃ美味しいです。嬉しい。てかめっちゃ爪綺麗じゃない。あ、え、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ手綺麗だしさ。仕事とか何やってんの？いや、あの普段ボディーガードっていう。ボディーガード。はい、ボディーガード。だから鍛えてんだ。あ、そうなんですよ。いいね。はい、いや、素敵だよ。指名したい。逆に。あ、本当に守ってほしいじゃん。守ってほしくなっちゃったよ。ビンセス、俺たちが守んなきゃだろ。近いな。どっちも近いけど、きついな。あ、そうなんですね。やっぱりボディーガードとかやってるからさ、結構偉い人とかとさ、こうやるわけじゃん。なんかすごい受け答えハキハキしてて、なんかすごいいいなって。結構こういうお店初めて来る子って結構下向いちゃったりとか、そういうのあるんだ。あ、確かにね。なんかね、喋って楽しいな。あ、ありがとうございます。やっぱちょっと緊張してるよね。あ、まあちょっと緊張は。そうですね、はい。でもなんかすごい、あの知り合いに似てて、皆さん。あ、そうなの。はい、そうです。そう、そう、そう、老人的な、老人的な、何て言うんじゃないの。うるさい、うるさい、とりあえず喋れよ。俺似てるやつっているの？指名してもらえればそれだけで。コンタクト落としたかもしれない。え、コンタクト今で、今でコンタクト落としたかもしれない。コンタクト、コンタクト落としたかもしれない。え、なんだ、なんだコンタクト。ちょっとごめん、大丈夫、見つかないな。あ、あるかな。うん、ないかな。なかった。なかったわ、ごめんね。ちょっと変わり者揃いみたいな感じで戸惑うかもしれないけど、本当にいろんなたくさんキャストいるから。でもなんで今日俺選んでくれたの？いや、なんかそのちょっと一番なんか慣れてそうだなと思って、パネル見たときに、はい。確かにね。褒め言葉でいいんだよね、慣れてそうです。一応褒めてますね。ありがとう。バラいっぱい。え、ん？僕は？いや、なんかまあ、キザな感じかなみたいな。照れるじゃん、それ。褒め言葉、また指名して。あ、わかりました。意外と興奮だ。お名前ってジョークだからジョーみたいな感じなんですか？あのね、これ聞いてくれて嬉しいんだけど、俺の場合ね、これね、実はね、あんまり言いたくないんだけど、本名なんだよね。え、本名？本名ジョーさん。そうか、本名ジョーで、ジョエって書いてジョーって読むんですか？まあ、それはあの英語の表現、まあ、あの本当名字がジョーでね。すごい。だから漢字で書くと、はい、白キャッスルですね。大阪城の城で。だからもうそのまま、お前そのままでいいよっていう風に言われて。なるほど。高いもの高み目指してもんな。そうそうそう。なんで近づいたんだ俺は。はいはい、なんですか、レオさん。君だけの。あ、はい、ライオンキングになりたいから。なるほど。レオってんだ。あ、これ。あ、そうなんだよ。結構イカ少ない？ライオンキング好き？え、まあまあ。え、ジャングル大帝の方だった。いや、ちょっとあんまり。だった？まあ動物好きなんですけど。あ、そうなんだ。なんか気持ちよく笑ってくれて嬉しいね。あ、面白い方々ですよね、本当に。見上げ上手ですよね。なんかこういう好きなものとかさ、結構本当に全部秘密ですみたいな。あ、そうだね。こうやってね、明け付けに喋ってくれるのすごいいいなって。そうなんですね。僕たちさ、新人だからさ、やって先輩と一緒に呼んでくれるとさ、やりやすくに。確かによ。でも新人感ないですよね。ありがとう。照れるな。これ、もしかして次も指名してくれたりする？いや、でも、やってほしいなって。さ、あの、マスラオホストクラブっていう風にね、それで検索するとさ、あの別のね、別に系列じゃない店でロフマオ店っていうのが引っかかってさ、そっちの言及ばっかあんのよ。あ、そうなんですね。だからなんかちょっと見返してやりてえなみたいな。でもロフマオさんってなんか聞いたことあります。マジやっぱり有名なんだよ。宣戦布告しちゃおうよ、みんなで。え、どういうこと？何がですか？宣戦布告しちゃおう。どこに？ロフマオ。
ぶっ潰すぞ。ごめんなさい、ぶっ潰してません、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい。仲良くやれるのが一番いいけど、ね、あ、そうそうですよね、はい。なんか一回くらいロフマンを行ってみるのもいいかもしれない。あ、逆にですか。あ、なるほど。確かに、こっち来てさ、話聞かせてほしいな、うん、あの、お前と手触っちゃってるんだよ後ろでここで、ここ手繋いでどうすんだよ、繋いでるから、ここで手繋いでどうすんだそうじゃない、みんな仲良し、みんな仲良しですよね。ストレッチしたいな、なんか。あ、どうぞどうぞ。マジで、ありがとう、嬉しい。じゃあどうしようかな。ハイボール一つ。注文ありがとうございます。ただいまお待ちください。え、せんかボケ。申し訳ございません。あ、そういうタイプなんだ。はい、はい、ただいまもうすぐお待ちいたしますので、そういうタイプなんだ。もうしばしお待ちください。申し訳ございません。すごいでしょ。ちょっとね、すごい。あ、ごめん、失礼いたします。すぐ来た。お嬢様、大変心苦しいのですが、はい、お時間となってしまいました。 ありがとうございます。そうな、ガッツポーズ。あ、いや違います。あ、なんかもうすみません、独占しちゃったかなって、こんな大人数。あ、そうそうですよね。はい、そうです、大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。あの、とても楽しんでいただけたようでしたよね。そうですね、15分がこんなにも長く感じるひとときはあまりないからみたいな。こんなにも素敵な時間を過ごせるとは思っていなかったということでよろしいですか。いや、そうですね、すごいな。ということで、お嬢様、もしかしたら、はい、あのひとときに夢中になってもうお忘れかもしれないですが、そういえばミッションというのが実はございました。あー、エヴァさん、はい、エヴァさん、エヴァさん、はい、エヴァさんは、エヴァさんなんかちょっと怖かったですよ。そうですね、うん、ブリッジをする、ブリッジをする、ブリッジをすると、はい、あとはお酒の追加をする、お酒を追加で注文する、はい、それ、あとは、え、なんだろうな、あ、怒鳴りつける、怒鳴りつける、はい、誰かしらを、誰かしら怒鳴りつけるもしあの、はい、あのムーブがね、ミッションじゃなかったとしたら、ちょっと怖い、相当な人間だということになりますけれども、伸びないよ、果たして生き残ることができるんでしょうか、はい、ということで、エヴァのミッションはこちらでした、はい、どうでしょう。君の瞳に乾杯を言う VTR の、え、本当にあってこれ、本当にあってますね。VTR の歌詞をなるべく会話に混ぜ込む、お嬢様とハイタッチをするの3つでした。ハイタッチして最初にすぐハイタッチ、ね、ハイタッチしてた。はい、実はやってたんですね。1個待ってないということで、エヴァのミッションクリアです。VTR そんな織り込んでなくなった、ね、でも4回入れた、4回入れた。回数制限されてたら分かるけど、あの、会話に織り込むだから、少なくとも4回ってこれ足りるんですか、ね、足りるのか。4回はいいだろ。え、ボイさん、4回って少なくないですか。ミッションやってなくないですか、ね、え、も達成できてない。ミッション達成ならず。嘘だろ、おかしいだろ。ちょっとお嬢様のね、お嬢様の意見、お嬢様の意見がもうね、一番でございますから、足りねえって言ってんだからさ、 そこ文句言うとこじゃないっしょ。ということで、そうだね、スタンバイ OK でしょうか。多分 OK です。それではエヴァの60秒間まで、よーい、スタート。では細かすぎて伝わらないモノマネをします。ジョジョの奇妙な冒険より、アブデルを褒めたたえるポルナレフ。ブラボー、ブラボー、オー、ブラボー